白鳥敏夫6月8日から1949年6月3日は大正、昭和期の日本の外交官政治家。戦前期における外務省革新派のリーダー的存在で日独意三国同盟の成立に大きな影響を与えた。東洋私学者の白鳥倉吉はおじ。外務大臣を務めた外交畑の長老石井菊次郎もおじにあたる。また、 外務官僚の伊豆淵克次は義兄にあたる。息子に、白鳥正人元北陸財務局長。千葉県の調整軍茂原町に生まれた。東京、日本中学、第一高等学校を経て、1912年7月、東京帝国大学法科大学経済学科卒。1913年10月に高等文官試験、外交官及び領事館試験に合格。 翌1914年外務省に入省した。同期には、岩手義尾、加藤外松、栗山茂、谷正幸がいる。白鳥は、その後法典、香港で領事官補として勤務し、1916年から1920年までは、ワシントン DC の中米大使館において勤務した。1920年に、外務省内に情報部が設置されると、 白鳥は情報部員となり、松岡洋介、広田光樹の歴代部長の下で勤務した。またワシントン会議においても、随員を務めている。当時外務省で用いられていた総論文が廃止されたのは、1925年の文書課長時代の白鳥の働きによるものである。1926年からはベルリンで勤務し、1929年には情報部、 第二課長となった。白鳥は外務省を切っての英語遣いと評されるほか、実務能力に長けた官僚であり、締原喜十郎や吉田茂も称賛していた。しかし白鳥は官僚的なだけではなく、多分に政治的な働きをする人物としても見られていた。またこの頃までは外務省主流派を形成する締原外交の長寿であると見られていた。 1930年に情報部長となったが、1931年には満州事変が勃発した。白鳥は事変用語の姿勢をいち早く打ち出し、森勤や鈴木定一陸軍中佐と提携し、国際連盟の批判に対抗するための外交政策の代表的役割を果たした。事務総長のエリック・ドラモンドから内密に朝廷の試案が日本側に提示された際、 白鳥は独断でこれを公表し、いかなる国際連盟の調停も拒否する姿勢を表明した。ドラモンドは不快感を示し、国際連盟日本代表部は困惑することになった。1933年には、シデハラ外相が金州に進撃しないと、アメリカ合衆国国務長官ヘンリー・スティムソンに伝え、アメリカ側がこれを、 日本が金州を攻撃しないという制約を行ったという発表を行って問題になった、シデハラ外相軍機漏洩事件が発生したが、白鳥はアメリカ側の発言を非難し、血よえりという極めて強い言葉でスティムソンを非難した。このため、伊豆淵中米大使がスティムソンに遺憾の意を表明することとなった。白鳥は事変の発生を左官級の十数名が、 陸軍首脳を引っ張って発生させたものであると見ており当初は満州独立を列国の同意が得られないとして否定的に考えていたしかし事変後には「北華行や「四書五経」など古いものばかりを見ているようになり今の日本のスローガンは「アジアに帰れ」であると主張するようになったこの白鳥の変化を山本勝之助は 白鳥は職務上軍と接触することが多く、昇進な彼は繁栄米、韓国最強調的な思想を持つ彼らと同調することで関心を得ようとしていたが、いつしかそれを自分の本質と考えるようになったと指摘している。12月には事変後の混乱により、第二次若月内閣が倒れ、犬飼内閣が成立した。内閣初期官庁には白鳥と親しく、 アジアに帰れという言葉を用いる森が就任した。森の主導によって、対万物実行策安心議会が設立され、白鳥はその外務省代表メンバーとなった。また白鳥は、外務省内部に、陸軍の参謀本部のような外交政策を検討する交差部の設立を主張し、一部の若手官僚の支持を集めた。また政治家との接触を頻繁に行い、森や鈴木とは、 連日料亭で会談を行った。特に森との関係は濃密であり、白鳥はどうでも自分の言う通りになりますと森が語るほどであったという。1932年に成立した満州国承認問題については別に急ぐこともないさ、運河を掘るわけじゃないからねと海外記者に伝えるなど、白鳥のアメリカに対する態度は極めて挑発的であった。 ウィリアム・キャメロン・フォーブス中日大使は白鳥を悪玉と表し、公認となったジョセフ・グルーも自分の独断か外務省外部からの人間の指示に基づいて行動している外国の特派員に対してセンセーショナルな談話を公表することを喜びとしている。極秘裏に行った外交会談の内容を独断で公表し、しかも誤った要約を行うなどと表している。さらに、 国際連盟団体など軍部と連携して英米に対する強行外交を推進し、そのための世論誘導に努めた。そのため、もともとは連盟団体反対派だった松岡洋介が国際連盟団体の英雄として扱われるようになったことには、最後まで、団体の決意ができず、なんとか、辻褄を合わせて残ろうとしたものと露骨に不快感を表していた。 白鳥は意見をことにする同僚、上司、政治家に対しても極めて攻撃的であり、犬飼内閣での上司、吉沢健吉外相とは、敬遠の中であった。議系の伊豆淵勝次にも、批判的で、省内で、伊豆淵に対する反感を醸成する黒幕とも、なっていた。特に、谷正幸アジア局長とは、交差部設立問題で激しく対立し、 1932年に就任した有田八郎が読む時間とも対立するようになった。有田は白鳥と谷を海外赴任させて調停する案を考えたが、白鳥は省内の革新派の影響力を背景に、有田にも海外赴任させるよう内田交際外省に迫った。内田は白鳥の圧力に負け、有田にも海外赴任を求めたが、 喧嘩料成敗の形となることに憤き通った有田は、時間を辞任した。1933年6月、谷は満州国体士官参事官に、白鳥はスウェーデン公使として、ストックホルムに赴任することになった。しかし白鳥はこれに抵抗し、赴任を絞ったために、茂光はい外務次官が免職すると威嚇する事態となった。 結局、白鳥がストックホルムに向けて出港したのは9月21日になってからであった。その後交差部問題も、茂光の裁定によって、純然たる調査機関としての調査部の設立ということで落ち着いた。白鳥の海外出国の後、国内にあって革新派の主導的立場にあったのは、栗原忠志調査部長らであり、茂光らに対して激しい批判を行っていた。 白鳥は大島広史中ドイツ陸軍部官と提携して、1936年の防共協定の成立に主導的に関与したという説もあるが、必ずしもその確証は上がっていない。ただ、英米を牽制するという見地から、防共協定自体には賛成していた。また白鳥は、英米との対立はそれほど強調していなかったが、ソビエト連邦に対して激しく警戒しており、 大祖関係を生産する、すなわち大祖戦争も行う覚悟で交渉を行うよう主張していた。外務省中央やヨーロッパ政局からも外れた、ストックホルムでの駐在に嫌気がさした白鳥はたびたび帰国を要請したが、外務省からは旅費がないとして拒絶され、ならば自費で帰国するなどと押し問答を続けていた。1936年11月、 ようやく正式な基調命令が下り、12月下旬に日本に帰国してからの約2年間は完食に置かれる状態だった。この時期北朝は活発な言論活動を展開し、様々な論説を発表している。日中戦争については、日本と西洋に依存することを考えた中国との間で思想的対立があったためであると主張し、日本側もその真意を 中国側に伝える義務を怠ったとしている。日独遺連携強化を主張する若手外務官僚の間では、白鳥を外務時間にせよとの声が上がった。しかし外務省内で対立することが多く、元中毒大使、尾畑取吉は外省就任を求められた際に、若手から白鳥を時間にする声が上がると、外省就任を辞退するほどであった。尾畑は、 白鳥が森と赤坂で飲み歩き、外務省の黄金を使って芸者に子供を産ませたと常、日頃から公言してた。1937年3月30日には、遠赤の場で白鳥が教則を大旗に投げつけ、怪我をさせるという事件が起きている。また白鳥は、この時期の論説で、日本が人民戦線諸国と敵対する、イタリアやドイツ、ポルトガル、ブラジルといった、 ファッショングループと共通しており、むしろ日本がその本気本元であるという主張も行っている。また、日本の神道は天皇教とも言える、宇宙宗教であるとも唱え、人民戦線諸国と全体主義諸国の大相当が起きるとも語っていた。白鳥の過激化に真を置いていた、このフミマロも古代妄想教ジミテルと懸念を示すようになった。西恩寺金持の秘書、 原田熊尾も白鳥を責任ある地位につけることで帰って恩恵化させることを考慮していた。1938年には広田外相が新設予定の対中国政策機関の長官として白鳥を据える計画を立てたが広田が更迭されたことによって立ち消えとなった。広田更迭後にはまたしても外務省内の若手たちから白鳥を時間に擁立する声が高まり、 東和局長、石井太郎は、省内ナチス党と呼んでいる。また板垣聖司郎陸軍大臣も、白鳥を時間に起用するよう求め、7月には、大川周明が、白鳥の起用を求める、外務省若手の連盟省、宇垣一世外省に提出し、また若手官僚7人が、宇垣の指定を訪れて、白鳥の時間起用を案に求めるという一件もあった。 しかし堀内健介時間を更迭するつもりのなかった、宇垣は応じなかった。宇垣は代わりに中イタリア大使のポストを提示した。白鳥はこれをすぐには承諾せずに、推薦者と思われる、この絵のもとに赴むいた。この絵は大臣となる資格をつけるために大使となった方がいいと助言し、9月22日にイタリア大使に親保された。ところが9月29日、 うがき外相が公安員設置問題で辞職すると、再び白鳥擁立の声が若手官僚の間で高まった。外務事務官、牛場信彦は兄の牛場智彦首相秘書官を通じて、白鳥を大臣におすご10名の外務官僚の署名が入った連番状をこの衛首相のもとに提出した。内閣秘書官長の風見明は白鳥を大臣にすることに同意していたが、 海軍大臣の与内三政正はこれに強く反対した。この上は白鳥を呼び、内外の事情から今は君を大臣にすることはできない、と告げた。白鳥は外相として、有田が一番指針がなくて良いとし、自らの同調者である栗原正を次官に推薦した。しかしこれも官邸や外務省内からの反発を受け、栗原は東和局長となるにとどまった。 白鳥はこの動きが定まるまでの間日本に滞在していたが、11月に日本を離れ、イタリアに赴任した。白鳥は大島と連携して、防共協定強化、つまり、日独意三国同盟の推進を図った。イタリア赴任前には、同盟に反対する、叔父の石井菊次郎に対して、叔父の外交は古いと言い放っている。しかし三国同盟には反対派も多く、 薄隅色の外交を基本理念としていた有田八郎外相も積極的に推進するつもりはなかった。また、日本政府としては同盟はあくまでソ連に対抗するためのものであり、英米に対してはイタリアとの連携によって牽制する程度の意味しかなかった。しかしドイツは対象を限定しない一般的同盟を求め、白鳥と大島はその代弁者となった。 白鳥は自分たちに都合のいい虚偽を独位に押し付ければ帝国の道義的外交の歌詞となると主張し日本側の目的達成よりも独位の要求に沿うことで同盟締結を優先するよう主張していたまた交渉が停滞するとたびたび自分を本国に召喚するよう要請し本国政府に対して圧力をかけた本国の指示に従わない白鳥らに対し 若干情報するものの、同盟は、基本的に、ソ連を対象としたものであることを説明するよう、訓練したが、白鳥らはこれも無視した。夜内会長は、政府の威信いずこにありや、政府の命に従わぬような大使はよろしくやめさすのが、死闘なるべしとしたものの、政治状況は、両大使を罷免できる状況ではないと嘆いた。3月22日にはの紹介議が、すぐに、 有効な軍事援助はできないという意図を伝えるよう決定し、もし両大使が従わない場合は召喚するという方針を決めた。これを昭和天皇に上奏すると、天皇はその旨を文書にするべしと指示し、御召会議のメンバーによる念書が天皇に提出されている。しかし白鳥らは、訓令を拡大解釈し、得意が英仏に対して宣戦する場合は、 日本を宣戦すると明言した。この行為に天皇は白鳥らの行為が天皇体験を犯すものであると激怒した。与内外相は両大使を召喚するべきだと主張したが、平沼紀一郎首相は召喚しても無駄だというばかりであった。有田外相も日本の外交を運営しているのは白鳥と大島だとグルーベー大使にこぼしている。以降、ご紹介には、 白鳥と大島に訓令を送らないことを決め、同盟交渉は停滞することになった。交渉の遅延にいらだった立ントロップ外相は、1939年4月20日に、日本との同盟締結があまり難航するなら、ソ連との不可侵条約を結ばざるを得まいと、同活まがいの発言をした。大島は単なるブラフと受け取ったが、白鳥はこれを本格的な警告と受け取った。 有田外相は白鳥の意見を聞き入れなかったが、8月に独ソ不可侵条約が締結された。これにより三国同盟交渉は一旦白紙となったが、白鳥はこの頃から日独位にソ連を加えた同盟関係を施行するようになり、日独位組織国によるユーラシアブロック構想を考えるようになった。日本では平沼内閣が総辞職した。元老。 西恩寺金持ちは次の内閣の課題として、一切の掃除を断行し、大島、白鳥の輩を召喚せしむるをかとすと語っており、新任の野村義三郎外相は、白鳥、ついで大島を召喚し、革新派の栗原をスイス大使に転出させた。白鳥は9月2日に帰国を命じられ、同月中旬にナポリから出発し、10月13日に帰国した。 白鳥は、独祖不可侵条約で我が国ではドイツが裏切ったと、非常に憤慨しているらしいが、ドイツを咎めるのは酷だ。詳しい事情を知れば同情すべき点もある。日本にも攻めむべきところがあるとドイツを擁護した。日本では、白鳥が交渉を誤ったことが非難されたが、独ソの接近を事前に警告していたことを主張し、活発な講演、執筆活動を行った。 また、ボルシェビキも、同盟可能な相手に変質していると主張し、以前からの反共主義者としての立場を翻した。この言動には、白鳥と近い主張をしていた者たちの間からも、批判が出た。また、第二次世界大戦に関しては、当初からドイツ有利との見方をしており、講演では、こうした希望的観測を込めた発言を行っていた。第二次世界大戦の初戦で、 ドイツが快心劇を見せると、白鳥は新秩序が到来すると主張し、ドイツと同盟を組むべきと強く主張し、河国上層部を批判するようになった。1940年7月には与内内閣が倒れ、第2次、この絵内閣が発足した。与内内閣末期に、この絵が首相となり、白鳥が外相となるという噂を、米内が聞いていたように、 白鳥外相を待望する声は多かった。しかし天皇が白鳥の外相就任に反対したため、外相となったのはかつて白鳥の上司だったこともある、松岡だった。松岡は白鳥の後見人だった森とも親しかったが、森が松岡の恩人、山本城太郎との関係を立ったため、白鳥との関係も悪化していた。このエや陸軍は白鳥を時間にするよう要望したが、 松岡は大橋忠和を時間とし、白鳥には外務省顧問の地位を与えた。白鳥の言論は次第にユダヤ陰謀論的となり、イギリスが参戦したのはユダヤ資本家のせいであると唱え、やがてユダヤ人に支配されているアメリカとも戦わねばならず、日独一三国同盟はアメリカを戦争に引き入れるためのものだと主張するようになった。また、 この頃文化親善団体、イタリア友の会が外務省の外閣団体となり、白鳥が会長となった。1941年4月、白鳥は、相病の治療のために顧問を辞任、以降1年間は入院と療養の生活を送ることになった。その後、1942年4月の総選挙で、郷里の千葉県第三区から、大政翼賛会の推薦候補として、 立候補した。定員4人中、第3位で当選し、衆議院議員となった。右翼陣営の首領の一人と評された5月には、翼産政治会の総務に推薦された。イタリアの降伏後、イタリア友の会は、名報道司会と解消され、白鳥はこの会を通じて、活発に言論活動を行った。しかし彼の言説は、清沢清が、 精神病的人物と評するように、神がかり、古代妄想教、まだ病気が治らないなどと、揶揄されていた。また、東条内閣への批判を強め、1943年には、鳩山一郎や中野聖号に続いて、大政翼3回から脱会した。1944年には、この戦争が、邪神、エホバのアマテラス大臣に対する反逆。 エホバをいただくユダヤ及びフリーメイソンの反逆行為で、あると発表している。また、ムー大陸が実在していたと時き、世界の人類はすべて日本民族から分かれたものであり、世界最古の文明や、各宗教は皆日本から出ているとも語っている。また同年には若手外務省官僚の茂光外省、大東亜省に対する反対運動が発生したが、 本間正春中将の小磯国秋首相に対する報告によると、この運動を先導した者の中に白鳥がいたとされる。太平洋戦争終結後、連合国側から永久戦犯指定を受けた。1945年12月5日に衆議院議員を辞職。菅も高知署に出頭する途中で、白鳥は外務省に吉田茂外相を訪ね、 憲法改正に関する持論を書き残した。それは天皇がキリスト教に改修して日本国民をキリスト教家し国政及び国民の民主化に努めるべきであるというものであった。またいかなる形でも外政を禁止すること、良心的兵役拒否、国民の資源を軍事に使わないという一種の戦争法規的な条項も含まれている。白鳥の弁護人を務めた。 広田洋次は、この意見が、日本国憲法第9条に影響を与えたという主張を行っているが、確証はなく、戸部良一は、いささか無理があるとしている。極東国際軍事裁判に出廷したものの、高頭案によりかなり衰弱していた。裁判では、白鳥の活発な言論活動が戦争を煽ったものであると指摘され、弁護側は、 日本のゲッペルスに仕立てようとしていると批判した。裁判の後半ではほとんど欠席しており、終身禁錮刑の判決が悪だったが、半年後の1949年6月に死去した。去年63、1978年10月17日、靖国神社の合祀祭にて、昭和巡覧者として合祀された。その際、昭和天皇が、 富田朝日国内庁長官に対し、永久が合詞されその上、松岡、白鳥までもが、私はあれ以来参拝していない。それが私の心だと述べ、白鳥の合詞に不快感を示した胸が記された。富田メモが2006年に発表され、話題となった。ありがとうございます。